この動画は、エリッチがゆっくりやっていく動画です。高画質、上手なプレイはありません。高画質、上手なプレイが見たい方は、ブラウザバック推奨です。はい、皆さんおはようございます。こんにちは。こんばんは、エリッチです。ブロクエ実況第14回ということで、今回は、またとり収穫祭をやっていきたいと思います。で、今回は、猫耳シソ。なんかちょっと可愛いんですけど、この子。で、塗り切りミルク。なんか、可愛らしい。で、このイベントの、ちょっと待ってや。こっちや。これ、応援ガチャのキャラを連れていくとまたあって、今回の応援ガチャがレベッカの猫ガールズ。ということでね、現在、8個あるんですが、もし無理だった場合ね、今隣に出てるんですけど、逆転クエストの、まだやつが、やってないやつがあって、それをね、明日、出てくるのね、もしなかったら、出なかったらそれやって、引きたいと思います。で、今回まだまず1回目引いて、1回引いたら、多分ガチャはないけど、出現率は、はい、こちら、レベッカ、星4から星6。初の星6があって、それが 4%。で、猫ガールズが3から5で 26%。てなわけで、やっていきます。うちの運が試されるぞ。う、いいなあ、明日行こう。また明日行こう。はい、じゃあ今からちょっと窓を突き取りに行きたいと思います。終わったのね、あっという間に。それでは、ガチャの方、引きたいと思います。お、出た。キッシュ。黄色の猫ちゃん。ドロップ率は6と12。おー、まあまあ、いいでしょう。よし、早速デッキにセットしてと。こっちはね、こっちこうしながらね。中入る？あー、戻っちゃった。この子入れとくか。はい、ということで、供給の方いきたいと思います。ともちろん連れてくのはレベッカ。
いたレベッカの柱く、ちょっと待って。すいません。よし、じゃあ今から上級の方行きたいと思います。ここやな。あ、ミスったわ。で、次はここかな。あ、そうそう、ピンク1000万ダウンロード行ったよね。うん、1000万ダウンロードして、今度の7日に生放送あるのだよね。まあ、もちろん見に行くけど、でも、もうすぐしたらさ、あれやろ。あ、ちょっと待って、おかしい、星子のおかしいもらうんやろ。ああ、ごめんなさい、ほんま。じゃあ続きで、次こうやな。あ、そうそう、何話してたっけ。あ、そうや、ニコ生の話やったよな。そのまますぐしたら、あれやろ、星5のすぐ、大川シグのもらうんやろ。で、7月の中にはニコ生で、で、なんやろ、豪華俳優さんの出演する、なんかイベントもあるみたいですな、参加型。へー、なんか楽しみなのか。もう一回テレビ放送にしようかな。最前列で。あ、そうや、もう先に言っとこ。と、今回はね、ちょっと超上級の方はテストの都合で行けなかったので、撮影する時間がなかったので、今回も超上級の方はお休みにさせていただきます。またラストに写真貼っとくんで。で、次は、こうやな。あれ、これ今何本やったっけ。あ、ピンクか、ボス。あ、ちょ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 、こうこうこうやな。ということで、ボスのゲット&シー、よいしょ。こうで、
次は、こうか？迷う。ここか。レアミズのスキル初、あれ、初、あれ、の。で、こう。ああ、たくさんある。若干残った。まあいいよ、これで終わりです。終わり、終わり。65、お、やったね。よし、じゃあ今回はごめんね、サイドスが超上級の方は撮影の都合上なしということになりましたので、今回はこれで終わりにします。次回は、あ、ちょっと待って、倦怠期のコラボやってるから、それやるかもしれん。あ、どうしよう。今日にはちょっと編集で入れるのは難しいけど、来週かな、来週の日曜の更新に入れると思う、倦怠期のコラボは。あ、倦怠期来て、ケンタッキー行きたいな。これこれ、クーポンクーポン。あー、レムス先輩。というわけで今回は以上になります。というわけでご視聴ありがとうございました。また次回もお楽しみに。バイバイ。あー、撮影終わった終わった。さてこの後何しよう。うぷぬしー。うわ、脅かさないでよ。えへへ。でも、なんでここにイブがいるの？出てくれって言われたからさ、出てきたの。誰に言われたの？忘れちゃった。忘れたって？あ、でも出るのは一人だけじゃないのは知ってる。え、マジで？うん。これだと大体予想がつくんだけど。イブー、行くの早いじゃないか。ちょっと、キャリー待ちなさいよ。ああ、ごめんごめん。やっぱりー。どうしたの、うぷぬし？うん、予想ついてた。でも、なんで3人とも出てるの？ああ、それは無個性から、これから3人でコメント返しをしてほしいと言われてね。無個性？ってなわけで、今回はあまり来てないから返さないけど、次回からコメント溜まってきたら、コメント返ししていくね。そうそう、うぷぬし。ん？何？口内炎のこと心配されてたけど、大丈夫なの？うん、完全に治ったよ。でも、先週の水、木は、ご飯を食べるどころか、口を開けるのさえ痛いぐらいにひどかったよ。ちなみに今は、喉を痛めちゃってね。おお、痛い痛い。じゃあさ、キャリーが代わりになってあげたら？なんで、てか代わりにできないだろ。それなら私がやってあげる。ちょ。メアリー落ち着いて。しかもなんか、違うくね。さっき置いて行った時のこと、覚えてるよね。あ、うわぁ。待てー。仲いいね、あいつら。そうだね。帰ってこなさそうだし、先進めるか。とは言っても、こんなことしか来てなかったから、もう終わるんだけど。いや、まだあるよ。それって、何？
実は前回、こんなことを言ってたじゃんか。うん、言ってた。その動画をアップした次の日に、弟がマイクラ買ってね。うちのアカウントでも、マイクラできるようになってね。それで、リスナーさんに、聞きたいんだよ。実況のこと？そういうこと。マイクラの実況をしてほしいか、してほしくないかのアンケを取りたいんだよ。してほしいなら1、またはしてほしい、してほしくないなら2、またはしてほしくないをコメントに書いてね。あと登録者100人突破したから、別のゲームを実況しようかなとも考えてます。これはマイクラとは別なので、してほしいゲームを書いてくれると嬉しいです。ただ、お金がかかるものはあまりやりたくないので、タダでできるのを書いてくれたら幸いです。たくさんのコメント、お待ちしています。ああ、死ぬかと思った。あ、帰ってきた。キャリー、メアリー、もう終わりになっちゃったよ。あれ、そんなに経っちゃってたの？ずっと、キャリーを今はしてたから時間わからなかった。やっぱり、仲いいね。仲良くないわよ。じゃあ、キャリーとメアリーで、ここの文読んで。え、なになに？実況に関するコメントは、7月18日までにします。18日に撮影をするかどうかを決めるので、よかったらお願いします。やっぱり仲良しだね。だから違うって。それじゃあ、終わろうか。ちょっと。せーの。ご視聴、ありがとうございました。このイブたちは、自分を含め、自分で書いたものです。下手くそで、ごめんね。最後までご視聴いただき、ありがとうございます。チャンネル登録はまだの方、もしこの動画を気に入っていただけたなら、チャンネル登録の方よろしくお願いします。パソコンで見ている方は、ここのボタンからチャンネル登録の方をお願いします。携帯、スマートフォンなど、パソコン以外のところから見ている方は、下のチャンネル登録ボタン、もしくは下の説明欄にあるリンクからチャンネル登録の方よろしくお願いします。もしこの動画の続きを見たい、もしくは前のやつを見てみたいって思った方は、こちらの再生リストのボタンから飛んでください。携帯スマートフォンなどの方は下の説明文のリンクに貼ってありますので、そちらの方から飛んでください。また皆様のご視聴お待ちしています。